なんで栃木なの？日本人の死亡理由として一番多いのはご存知、ガン。日本はどこか医療が発達し、長寿の国であることから健康な人が多いというイメージはあるが、未だにガンの発生率は全世界でもトップクラスだ。胃がんに関しては世界1位。その他の大腸がん、肺がん、肝がんはトップ10入り。そんながん患者で溢れるここ日本。いよいよこの問題が解決される日が近くなってきているのかもしれない。栃木県は2024年8月27日にファイザー株式会社とがん対策に係る連携協定を締結しました。この協定により、がん予防やがん検診の受診促進に向けた啓発活動を強化し、県内のがん対策をさらに推進することを目指しています。栃木県がファイザーとこのような協定を結ぶのは全国初であり、今後の取り組みに大きな期待が寄せられています。いいぞ！やった！奇跡！よし！よくやった！うおぉ！ついにがんを撲滅できるのか？たらー！これにより、陰謀論界隈では、なぜ海外の医薬品メーカーなんだ？日本のメーカーもちゃんと入れろや！なぜ日本がファイザーに場所や資金を提供しなきゃいけないんだ？栃木県の人たちは実験に使われるだけでも？例のワクチンでガンが増えると聞くけど、それを治すためにまた買わされるの？それってマッチポンプじゃん！などと、度重なるワクチンへの不安が、やはり素直に今回のことを喜べない人たちも多いようだ。今日は巷に転がるニュースをもとに、こそこそダイエット漢方を飲んで失敗したミョンと共に鋭く考察していく。気になること、あれもこれも、やりたいこと全部やる。それすなわち世界征服。どうも、ナイトレポップの突然紹介者のコウキです。ミョンです。天の声柔道です。恋愛に効くワクチン欲しいな。失恋したんですか？アイコさんの歌の歌詞になりそう。確かにね。コエミーですけど、何？いや、コエミナティとね、いうチャンネルになってから、時事ネタや政治系のネタをちょっと取り扱うこともあって、増えたんですけど、気づいたことあるんですよ。何気づいたんですか？みんなワクチンの話に興味津々なんだなっていうことですね。これはね、否めないな。なんでそんな好きなの？話題になってるというか、みんなこれ何なのっていうのが、ちょっと流行り病の時にぶち当たった問題だからこそ気になってんじゃないですか。あ、いいこと言ってます、ね。で、話題にはなるんやけど、テレビの方では話題にならない。そうそうそう、この辺のギャップが生まれてるからだと思うんですよね。確かにね。みんな本当のことが知りたいっていうことだと思うね。まあ、僕たちは別に答えを言ってる暴露してるチャンネルじゃないんで、あくまでも僕たちの主観で聞いてほしいのと、僕が実際体験した話とかを話してるだけなんで、本当にいいか悪いかの答えを出すのは皆さん自身なので、そこだけ履き違えないように見てほしいんですけども、この前もですね、この動画出したばっかりなんですけど、42万再生ということで、すごいね。やっぱこれはあのハニトラウマキさんがすごいイケメンやから伸びてるんだと思うんやけど、いやこれ別に違いますとは突っ込めないです。えいや、人の容姿を違うだろう、絶対。そのままさんのメガネが食い倒れと同じメガネやから長く愛されているじゃないですか。やっぱ食い倒れもね、未だに道頓堀の象徴としてあるやん、カニと一緒にね。だからもうこれ42万再生いた当たり前なわけで、食い倒れ太郎みたいだから再生されたってこと、まあ、ということで、ワクチンに関連する話がめちゃくちゃ注目を浴びてる昨今なんですけど、今日この頃なんですけど、陰謀論の代表例と言ってもいいぐらい、2020年のパンデミック以降、まあ、騒がれ続けてきたこのワクチン問題、今年4月にはワクチン副反応で亡くなったと言われている方の遺族から国への、まあ、訴訟があったりとか、今年7月には愛媛県でワクチンの副反応の被害を認めたこともありました。ありましたね。取り扱いましたよね、これ。コミュニティでも、はい。そして記憶に新しい、今年3月にはね、ワクチンの宣伝案件を断ったことで僕がバズって国会でも話題に取り上げられたということがありましたけども、こういった世間的に大きな動きが多く、みんなの注目を集めているんだと思います。そうですよね、確かに定期的に未だにあのトピックスといいますか、話題が出てくるんでね。この秋からまた新しい種類のね、ワクチンが出てきたりとか、とりあえず話題は尽きないと思います。尽きないね、話はね。そういった中、こういったニュースも飛び込んでまいりました。お、栃木県ファイザーと連携協定。ファイザーといえばね、ミョンさんも聞いたことあると思いますけど。もちろんですよ。あの、ワクチンのあの、モデルナかファイザーか、こうね、二択迫られるやつでしょ。もっとあると思うんですけども、すごくファイザーの名前の方が通ってる感じがするね。そうそうそう。2020年のパンデミックの後、ワクチンを全世界に届けたということで、それ以降全世界の医薬品売上高ランキングでトップに立っている会社でございます。知ってますよ、もちろん。はい。製薬企業として世界で初めて売上高1000億ドルを達成ということなんです、ね。はい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 。なんと売
売上高の 57% がコロナ関連製品なんだそうです。いやまあさすがにね、うん、そういう人たちもそれ作るのに忙しかったんだろうしね。まあそれもそうだし、これが本当にいいものであったら、まあ、救世主と言いますか、確かに別にこれ儲けてたっていいじゃないのっていう風になるわけですよね、うんうん、ただですね、正直陰謀論界隈ではね、あんまりいい噂を聞かないということが実情なんですけど、言われてますよね、悪く、はい、こういった話も以前動画で話しました、はい、インドの報道番組がファイザーのワクチン契約条件を暴露、軍事基地、大使館、海外資産を担保として差し出すことが要求されていたということで、これに加えてワクチン関連で市民から訴訟を受けた場合、その費用をファイザーではなくインド、まあ、つまり国が負担するようにということでしたね。これね、衝撃的でしたよ、ね、結構お前のところにあの早く入れたるやさかいに、うん、ちょっと何かあっても責任取らへんからなみたいなね。いやー恐ろしい、こういうのが裏でねあるっていうのを知るとちょっといろいろ信じれなくなってきますよ ね、本当に憶測っすよ。もう今回断ったら次からも入れてられへんからなみたいな、本当にそれ言われたらもう受け入れるしかないですもんね。そうなんだよね、で、うん、そこにね国の上層部だけがちょっと私腹を肥やしちゃったみたいなことも他の国ではなんかあったりするみたいですよ。最悪、日本はちょっと分かんないですけど ね、そうじゃなかったらいいんですけども、あくまでこのニュース自体がフェイクニュースじゃなければの話だったわけですが、うん、はい、まあ、そういった中日本でも実はちゃんと声明を出していました、うん、コロナワクチンの副作用、製薬企業を免責ってことがちゃんと書かれているんですね、うん、ワクチンを速やかに確保するための特別措置として健康被害が出た場合の製薬会社などの賠償責任を免除し、必要な救済措置は政府が講じるというのがもうなんと2020年の時点で最初から決まっていたんですが、このことについてはあまり最初から報道はされなかったんです、されなかった、うん、積極的にね、うん、試験期間も短いからもしかしたら副作用きついかもしらんし、まだ分かってない薬害ももしかしたらあるかもしらん、それでもあなた打ちますかと。でちなみにこの責任は開発者のファイザーに行きません、国が保証するんで、いやいやそれ税金ですけどみたいな、うーん、そういう条件で打ってるって思ってる人います？いやいないよね、いないよね。だからそこが俺は一番嫌な部分だと思っていて、うん、ファイザーさんがどうとかいいものなのか悪いものかっていう議論の前にちゃんと打つ側にその選択肢っていうのがほぼないまま、うん、言われるがままになんか打たされちゃったみたいな、こういう感覚がちょっと気持ち悪いなって思うと思ってますね。そうね、はい、もしかしたら他にもインドのように多くの担保をまあ人質のように取られていて、ある程度の命令を聞かなきゃいけない状況だったかもしれません、まあ、うちの国もそうかもしれないし他の国もね、可能性ありますよね。これはあると思うな、あるね、何らかはね、うん、実際にワクチンがね約2億4000万回分破棄されてるんですよ。そうね、打たなかった、使わなかったからつって破棄しちゃってるんですよね。それがねちょっと、うん、もう今コンビニとかでもフードロスとかもめちゃくちゃうるさって言われてるの。そうそうそう、これはいいんすかね、一番これダメでしょう、ね、使い切れとまあ思わないけど、廃棄分っていうのは概算でも約6653億円あるって言われてます。やば、その6000億円を捨てたのと一緒やからね、これは。いやまあそうっすね、まあ、うん、なかったらなかったで打ちたい人が困るんで、うんうん、あるに越したことないですけど、ちょっとあまりにも残りすぎかなってことありますよ ね、まあ、これが計算できないというのはまずありえないと思うんで、うん、もしかしたら本当にね製薬会社の方もしくは他の国から、他の国から、圧力がかかって無理やり買わされたかもしれないよね。いや怖いね、うん、それだとしたら、うん、まあ、こういうこともありまして、今世界でもトップクラスの売り上げを誇る会社になりましたファイザーは、はいはいはい、でその会社が今日本の栃木県とつながったということを皆さん知ってますか、うん、ね、さっきのニュースで知りました僕、はい、今回はがんへの対策ということらしいんですけども。なるほど、がんなんだ、がんね、やっぱ日本中その死亡率一番高いじゃないですか、うん、で陰謀論界隈ではこういったことが言われております。ワクチンを打つことでがんを誘発し、そのがんに対するワクチンを打たせて儲けようとしている、彼に目がくらんで県民を実験体として提供しようとしている、栃木県を足がかりにして日本の医療に本格的に参入しようとしているなどが言われていますね。ちょっとなんか嫌な意見が多いですけどね。なんかがんを誘発するんじゃないかってことも今のねあのパンデミックのワクチンでは言われていますけども、まあ、これは別に実証されたわけではないので、うん、何とも言えませんが、あくまでこれ噂レベルのことですけども、ね、うん、どうなんですかねこれ、本当だとしたらめちゃくちゃやばいじゃない。やばい、もう儲けたからええやん、もっと何日本人をちょっと苦しめる気なみたいな見られ方もするし、うん、日本に対してがんを治そうと一生懸命やってくれてるファイザー社さんありがとうっていう見え方もするし、うん、蓋開けてみればね分からへん、分かんない、本当の意思がね意図が分かんない、これが何年後かに本当に栃木県のがん患者さんの発生率でその回復率が上がってるとかだったら実証されたと思うんですけど、これは本当に蓋開け
けてみないと分かんなくないですか。本当に、うん、皆さん怖いですよねこれね。謎ですよ本当、ねうん、ただファイザーが多額の資金を投じて栃木ががん治療の最先端を言ってくれたら本当にこれはものすごいことだと思います。そうですよ、それがね、うん、前に進んでくれたら結果的に良かったって拍手を作らせになればね、うん、そしてそんなワクチンに関する話なんですけど、こんなニュースも出てきましたよ。ワクチンを打つために戦争停止。どういうこと？はい、WHO の担当者は29日、イスラエルとハマスの双方からガザ地区を3つに分けて順番に戦闘を一時停止することが約束されたとして、来月1日からワクチン接種を始めると発表しました。へぇ、はい、ということで、ワクチン接種のために戦争が止まるということなんです。へぇー、まあこれは、両者の、まあ、命というか、を一旦か大事にしたよってことかな。まあ、いいことだよね。うん。一旦やめよう。今打ってきたらちょっと針ぶれるから。そういうこと？しんどい。そういうことがあるから、うん、一旦落ちてワクチン打とうってことなの？だってかさ、ワクチンを打ってじゃあそれで回復したとするやん、ちゃんとね、うんうん、その結果空爆がもっと活発になって死んで、うん、意味ないやん。その戦争やめろやん、ほんま本当に。今この地域では戦争によって衛生環境がめちゃくちゃ悪化してるんで。あ、なるほどね。そうだから、そもそもワクチンも受けられずに25年ぶりにポリオの感染が確認されているということなんです。はいはいはい。でそういったことから子供たちをね守るためにワクチンを打とうとして戦争を一旦やめるという、まあこれはいいことですよ。なるほどね。まあ我々の親の世代のタイミングではもう戦争起きることは仕方ないけど、子供には罪はないじゃないかというようなことなのかな。でもあの子たちはね、なんか生まれながらにしてもそういうことを宿命として持ってたりするんで、どうなんだろうね。まあ、少なくとも今戦争をやめたらいいじゃんっていう話なんで、そもそもね、そもそも、ね、そのもう一旦じゃなくてずっとやめとけばいいからね。思想がねあるのは全然いいじゃないですか。ただ争いはやめても、なんか桃鉄とかで勝負してくれ。こう、ね、だな。スイッチつないでみんなで、うん、そうそう、もうそれでいいやん。じゃあもう今年は負けたから今年だけ言うこと聞くわ。めっちゃ仲悪くなる。いやでも結構桃鉄で本格的に仲悪くなる。確かに。それが戦争の発端かもしれない。確かにそれはそうや、うん、子供がね、まあ、第一っていう考え方はすごいいいと思うし、はいはいはい、戦争を一旦停止するというのも、まあ、戦争をそもそも続けてるのはちょっと矛盾してるんじゃないかなというのは思うね。はいはい、はい、うん、ということは子供のために戦争を一旦、まあ、停止するっていうのは表向きの理由があるんじゃないかなってやっぱ深読みしてしまうわけ。なるほど。そう、実は裏でトップ層が多額のお金をもらっていて、うん、人道的なものを建て前にワクチンとか売りつけたりとか、なるほどね、することもあるんじゃないのかな。ちょっとできすぎた話だと、うん、いうことなんだね。やっぱりもこんな噂もあって、はい、高いじゃんそのね、貧しい国から。ああそうですよ、それはね。そこまでしてワクチンを打ちたいのかというと、うん、実験のためっていうのもあるらしい。怖い、どういうこと。巷で騒がれている噂です、ね、はいはいはい、はい、まあ、そうすると日本も実験の対象だったというずっと言われてきましたけども。あ、なんか聞きますよ。そういったらワクチンを無料で提供する代わりに、うん、発展途上の国はあの協力さえしてくれたらデータさえ取らせてくれたらいいですよみたいなことがあるかもしれない。もワクチンの効能や副反応を試すために、もしくはワクチンに秘められた本当の効果を試すために、そういったことが陰謀論界隈ではかなりホットな話題となっているんですけども、うん、あまりねなんか過度にそういうことを妄想で広めるのもやっぱ良くないなとすごい思ってて、最近の X にはね。まあそうですけどね、小ヤッキーさんのその、うん、YouTuber の案件とか、うん、今まで隠してきたことがどんどんめくれてきた世の中だから、そうね、こう思わざるを得ない人っていうのがもう増えてきてるんですよね。そうね、実際だから状況証拠や出てきたことを元に自分で言う分には全然いいんやけど、うん、飛躍しすぎた妄想はさすがにちょっと迷惑だなって思っちゃいますよね。それで攻撃的になったらね、うん、もうワクチンなの誰が傷つけてるのか分かんなくなってくるから。もでもね、追い打ちをかけるようにね、やばいポストめちゃくちゃ出てくるんですよ。はいはい。インドアフリカの人口削減ワクチン。え、怖い。はい、こちらのポストをご覧ください。ロボットちゃん、お前俺の写真無駄に使ってポストしてたやろ。お前どうなってんねんお前。どういうこと。ロボットちゃん、ロボットちゃん、ああ、ほんとだ。 YouTuber ってそういうことなんです。どういうことやねん。だから出た、このロボットちゃんと同一人物ってこと。そう、だからどういうことなんだよと打ったら返信ないのよ。どういうことやねんもう、まあ、そういうちょっといかがわしい感じのねことをよく発信している雰囲気のあるロボットちゃんなんですけど、アカウントのね方、はい、うん、はい、これまでアフリカ人、インド人が人口削減用のワクチンの実験対象でした。日本は今そうなってますということで、ここではとある動画が貼られてるんですけど、その内容をようやくします、はい、2000年から2017年の間に口腔ポリオワクチンを投与された49万人以上のインドの子供が麻痺になった、うん、ええ、アメリカの政策方針の中で1970年代に作られたキッシンジャーレポートを
きな臭いやつね、うん、があるんですけども、その中ではっきり明言されていると。アフリカとの外交の目的は人口削減である。アフリカには多くの資源があり、それらをアフリカのために使わせないために人口を減らそうとしていたということなんです。キッシンジャーのやつもね、これ都市伝説なんで、これを実物でその見てきたかないに言うのは他ロボットちゃん良くないと思いますよ。個人批判まさかロボットちゃん動画の中で言われてとにかく陰謀論に結びつくことを片っ端からツイートしていくから全部が本物に見えちゃうから、あくまで噂レベルやけどねって一言添えないとさすがにねとは思う。なるほどね。でも、まあ、この通り進めますよ。実際ワクチンを通して人口を徐々に削減していくというのは今の技術レベルで言ったらまあ可能っちゃ可能よな。日本も今気づかないところでこういった某国の策略に巻き込まれてるのかもしれないということです。なるほどね、うん、他国からの策略ってことね。そう、でもこれやっぱさっき言ったように真実かどうかわからへんわけね、うん、フェイクニュースの可能性もあるし誰かの嘘から始まってるのかもしれないし。そうですね、ちょっと今ニュース的にもフェイクニュースがめっちゃ増えてるからもうわかんないですよね、うん、でしかも画像に至ってもさ生成 AI でどんどんなんか本物っぽいもの作れちゃうし、うん、あそうそう生成 AI で動画も作れるでしょ。そうね、あれでちょっとなんかややこしいよな。もう何を信じたいか分かんないよ。今日見たよ X で、あの100年前の死者と話せる装置が開発されたっていう動画見て、ちゃんと動画で動いてるんですよね。なんで動画やねんと思って、えらい鮮明やな思って。なるほどね、100年前だから、うん、じゃあ100年前にそのできたその死者と話せる装置、うん、今どうなってんねんと思って。確かにね、うん、しかもなんかねこういうとこがうわーって幽霊みたいなのが出てて話してるんですよ。何それと思って。そういう結構アナログな、なんか召喚獣呼び出すみたいなそういうタイプなんみたいな思って、ね、ちょっと興味ある方は探してみてください、気になる。陰謀を信じた人が事実のつもりで話していることもあるかもしれません、はいはいはい、まあ、それにね今話題になっているようなワクチンが仮に悪いものだったとしても、うん、全てのワクチンが悪いというわけではなかったりもする。なるほどね、はい、本当に病気から身を守ってくれるものもあると思いますから、全てを否定しないようにねその気をつけましょう。ということでワクチンに関するいろんなニュースを紹介してきましたけどいかがでしたでしょうか。いや結構ね視聴者の皆さんも知らなかったような情報っていうのを、うん、コエミナティ取り扱ってますけどマジで絶えないっすよね黒い噂が。まあ絶えないしこれ一生多分これ言われるんやと思うね。それぐらいなんか今試されてる気がする。そうですね、試されてるし、うん、なんかいい勉強になった人たちもいるんじゃないですか、うん、そうね。でしかもネットでの立ち回りと、うん、あその実生活の中の立ち回りと違う気がするんだよね。会社っていうのはアナログなその付き合いの組織だから、はい、そこで言ってることとネットに帰ってからえらい攻撃的になる人って違うじゃないですか。だからちょっと二重人格が生まれやすいっていうことでそこもちょっと危惧されてるんですってね。よくアカウントとか作って、まあ、いわゆるアバターとして、はい、その次の人格の自分を楽しむっていうことはストレス発散にとってはすごいんだけど、うん、両方ともが本当なんですよ今度。ああそうですね、今までって嘘の世界なんですよ、はいはいはい、ゲームの世界に自分の名前を入れたとしても、うん、まあ、そこでモンスターと戦うとかって非現実的すぎて、うん、嘘の自分であることが分かるからゲームなんですよ、はいはいはい、でも最近のネット界隈っていうのはこっちで言ってることも本当の自分やし、うん、実生活で生活してるのも本当の自分じゃないですか、はいはいはい、心が分かれちゃうよね。言ってることが変わったりなんかえらい信じやすくなったりとか、はいはいはい、逆に批判しやすくなったりとかってことが起こってるから、そのなんか心が冷めていく感覚というか、うん、うん、っていう精神的な疾患みたいなのが、まあ、なってきちゃったりするってこともなんか今の現代病の一つらしいから。ゲームとか RPG とかやってる時に敵をね、うん、倒したりとか捕まえたりする感覚っていうのがこの10年とかでもみんな常識的にあるから、こう SNS もそういう風に攻撃しちゃってるんですかね。お待たせしました。はい、ここでですね、なんと今日からイベントチケットの一般発売が開始されます。なんでいきなりそんな、はい、びっくりした、おなんかさっきのがきっかけだったのかと思って、はい、僕がゲームの話したから。お待たせしました、はい、待ったかな。いや待っては今、はい、いたかもしれないです。僕は会場で幸せのワクチン打てたらいいやん。何言ってんだよ、心のね、心のワクチン打ったらいいよみんなで。怪しい、そのイベントは。それはやめよ。なんで一人でそんな騒いでるの。怪しい、ずっとみなし祝祭2024マメムメム大陸秘密結社コアミネティの初のオフ会となっております。はい、単独のねイベントなんでこれすごいことなんですけども、はい、30万人の登録者にしてはですねちょっと、身に余る、会場となっておりまして2000人規模となっております。本日から一般発売なのについにですね、残り2割ぐらいの席が今確保できているんですけども、うん、ぜひ皆さんで埋めてほしいです。はい、皆さんで会場中にですね幸せのワクチンを咲か、あ幸せの花をですね皆さんに咲かせたいと思っております。
なんだろう、みんなでムー大陸を探そうっていう回なので、うんうん、もうそれも怪しく聞こえる。本当にもうどんどんなんかさっきからもういろんな言葉が飛び交いすぎてパニックになっちゃう。みんなで非日常を楽しむためのパラレルワールドに行きます。それもうダメだ、ね、ちょっとハマりすぎてマンデラに今マンデラではないからどう考えても、でも皆さんあの地続きで繋がってるんですよ、もうフラットアースみたいな。あもう全部ですよ、心がフラットにこう続いていたらいいじゃないですかみたいな。全部言ってるじゃん。え、何が向こうの人が好きな、もう何言っていいか分からん。梅木さんね。これどうしたらいいのってやつでしょ。どうした何が正解。誰も外向いてる。梅木さん、梅木さん出ないでしょ別にこのイベント。呼ぼか、呼ぶ呼ぶ呼んじゃう。人気すぎて、うん、だって最近梅木さんめっちゃ人気やわ。確かにね、大人気、うん、この動画の発端も梅木さんですから、うん、そもそも、はい、イケメンって書かれてたりする、ね、書かれてますよね、うんうん、そうなこと言うなってたから。序盤で僕がそこそこは言えないよって言ったらなんで掘り返してくんだよ。イケメンやろ。イケメンですよ、うん、そう、心がイケメンやの人。心が、あ、よ、容姿のこと言った。なん、ダメだって。男としてイケメンだなと思って、うん、勇気あるのも、あんな知見のことを告発するじゃないですか。告発。ここに来たら今僕褒められてるんですか。よくそういう感じで言いますよ。何いや、でもそうでしょ。そうですよ。だって実際にあの賛成党支持者からめっちゃ DM 来てるらしい。なんかめっちゃ来てるらしいですね。むちゃくちゃ政治関与が。僕もこの前アッキーさんとご飯行った時も、はいはい、そっち系なんですねとかもうがっかりしますから。で飯行っただけそう言われてるの。お前何知ってんねん。じゃあ本当にやめよう、そういう子供のなんかそういう嫌がらせみたいな。そうよ、ネタ味噌汁みたいなんじゃないけどさ、誰々と仲良くしたからあっち系なのねとかそっちの派閥なのってやってること変わらへんで、ほんまね、うん、ほんとしょうもない。やってることの中身を見て批判するんだったらいいけど、そうそうそう、誰と誰が付き合うか関係ないだろ、その自分の生活に、うん、な。定期的に来る小焼き激怒タイム。あのね、怒りたくないんですよ僕は、うん、怒ってもないんですよ、うん、しょうもないんですよ、うん、僕の視聴者さんって本当に平和な人多くて、そうそうそう、アンチいないんですよ、ろくにね、うん、あの批判的なコメントあるよ、それは別にしょうがない、うん、その人の感想なん、はい、見た上で喋ってるんやから、うん、少なからずなんか広告が回って僕らにお金が落ちてきてるし、見た結果面白くないっていうことに対しては素直にすいません、また頑張りますって言えるんやけども、うん、あいつらな、動画も一つも見たこともないくせに誰やこいつって言いながら容姿の批判とかしかしいんやろ、うん、ご飯に行ったことの批判しかしいんや、うん、なんやねんそれ。とワインじゃなかったらよかったんかい、持ってんのオレンジジュースやったらよかったんかこれってなるから。そういう問題じゃない、批判することがおかしいんですよ。いや、そうですね、うん、やったことに対して批判してくれやね、え思うから見てくれたらいいんですけどね、動画の内容、うん、あのもうそういう人に限って、うん、いついつの時期で見るのをやめましたっていうのは、なんか声高らかに書くじゃないですか。だからお前浅いねん本当に。何それ、ずっと見ててくれた、まあ途中までは見てたっていう方がね、うん、批判的になることもありますから、うん、でもね、ワンピースも空島編で離脱した人が多いありますからね、戻ってきてまたファンになる人も多いありますから、だからもう一回見よう、うん、そういう人、そうね、見てくれてるかな今。いついつからは見なくなったけどまた見始めました、この声で溢れそうそうですね、おお、いいですね、拡散してください、ぜひ。じゃあ、あのなんか小屋ミナティ考察チャンネルみたいなのをさ、うん、作ってもらって、うん、小屋ミナティ今めっちゃ熱いぞみたいなのを流してワンピース当然にね、あの和の国からめっちゃ盛り上がったじゃないですか、うん、あんな感じで小屋ミナティちょっと考察チャンネル作ってよ、うん、今あのねワクチン案件お断り編がお断り編がねやってる今激アツ、お断り編、お断り編ということで本日いかがでしたか。いや楽しかったです、楽しかったですっても変なんですけど、いろんなことが知れてちょっと勉強になりましたので、はい、多分これ流れてる頃にはさ、新しいワクチンのニュースとかも流れてるんじゃない。いや、その可能性もありますよ ね、うん、ね、まあ、全部追うのはね、ちょっと難しかったりしんどかったりするので、一応この僕らはフラットな公平な目線 で、はい、起こってたニュースだけを淡々と紹介してるの で、定期的に見てるとちょっとはこうなんか勉強になるというか、うん、知識の一つになるんじゃないかな、うん、ね、そういう感じで、もうとにかくあの真実がちゃんとね、この分野に関してはちゃんと明らかになって、平和なね、未来がやってきたらいいなって思いますね。そうですね、うん、そこの部分をクリーンにみんなが知れた状態で平等に選べるっていうね、そうことになったらいいですよね、うん、気持ち悪いですよ ね、 そう、分かんないことがあるとね、気持ち悪いね、うん、そうね、いつも天の子やってるゴンちゃんも出てくるんでね、はい、楽しみにしてください。見れるんですか、そうです、ゴンちゃん普段見れませんから、そう、うん、あとはヒジーとかもね、おその辺うろうろしてたりする、うろうろしてやばいだろ、うろうろしてん、ね、ということで皆さん、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう、バイ。We'll be right back.
ただ夕日に僕と君が